RMU 所属アスリートの千歳りみです。よろしくお願いします。10月7日生まれの、静岡の浜松市出身で A 型です。で、まあ、生年月日今年で22になります。18くらいの時で、すごい始めた動機としてはすごい不純というか、やっぱり麻雀って男性が結構やってるイメージが多かったので、まあ、でその時自分18でまだちょっと全然若いみたいな感じだったんで、若い女の子が麻雀をやったらモテるんじゃないかっていう理由だけで始めましたね。それこそさっきモテたいっていう理由で始めたとかって言ってたんですけど、実際なんかそれでなんかモテるとかそういうのはなく、純粋に自分が麻雀にめちゃめちゃハマっちゃってすごい楽しいって思うようになって、で結構そのみんなでセットで麻雀打ったりとかしてたんですけど、結構自分が負けることが他の人の方がちょっと経験が豊富で、麻雀負けるっていうことが多くなってきた時に自分が負けず嫌いでめっちゃ悔しいって思うようになって、そこからなんかめちゃめちゃもう麻雀強くなりたいって思って、そのうちにまあこういうプロの団体に入って、じゃあもうプロを目指して勉強しようみたいな感じで入ったので、どちらかというと自分めちゃめちゃ強いからプロになろうというよりかは、なんかプロに入ってプロになってもっと自分のレベルを上げようみたいな感じの理由で目指しました。私がまあやっぱり RMU の代表である大井さんをもともと知っていて尊敬していたっていうのもありますし、あとはその RMU はいきなりプロというわけではなくて、結構最初はアスリートって形で入っていって、そこからまあ結果を残していって初めてライセンスがもらえるって言った時に、やっぱり自分は強いって自信があって入ったというよりかはもっと強くなりたいっていう気持ちで入ったので、そういった面では最初からいきなりもうライセンス持ってるプロですというよりかは、勉強していって自分の結果を残せるんでいいんじゃないかなと思って RMU 選びました。やっぱり、自分の、まあ、知識とか実力も必要なんですけど、それだけじゃなくてやっぱり運も大事だったりして、まあ、初めからそのハイパイが良かったりだったり、自分のツモだったり裏ドラ乗るとか、やっぱりそういう運のもちょっとあったりとかして、毎回その思うように通りにならなかったり、逆に想像の自分が想像してるなかったところですごいなんかいいことが起きたりだとか、なんかそういうところに毎回すごい楽しさを感じます。麻雀以外の趣味はやっぱりそのボードゲームとか、まあ、全浪とか謎解きとか、結構そういう頭を使うのがもともとすごい好きですね。で休日とかは、まあ、そういうゲームをやったりとか、あと家でなんかずっと YouTube とかで動画を見てたりとかして、そういうのもでも結構クイズ系の頭なんか考える系が多かったりします。あ、でも自分的にはめちゃめちゃ努力したって感覚はどちらかというとなくって、単純にその当時が本当にもう女子力がなさすぎて、まあ、人目も気にしないし、あんまりそういうなんか女の子らしさ的なものがなかったんで、そういうまああんな感じだったんですけど、まあ、だんだんと自然となんかお化粧だったりとかおしゃれとかだったり意識していくようになって、そしたらいつの間にかなんかちょっとずつ変わっていったっていう感じですね。だからどちらかというと、でダイエットも当時すごいめっちゃ太ってたんですけど、なんかダイエットも特別したわけではなく、なんか自然と食べる量とか減っていったりとかして、いつの間にかなんか痩せていったなみたいな感じがあるんで、だから今自分で写真見比べるとだいぶ違うなって感じでなってますね。好
好きな男性のタイプはでも優しい人が好きですね。まあみんな優しいんじゃないかって言われそうなんですけど、まあすごい優しくて結構自分のことをすごい好き好き好きって感じが分かんない人の方が好きですね。結構自分が追いかけたいタイプなので、逆に自分にちょっと興味ないんだろうなっていう人の方がちょっとドキッとします。麻雀強い人も好きです。でもそうですね、麻雀とか何でもちょっと尊敬できるところが自分の中で、あここすごいなとか、やっぱり尊敬できる人っていうのは魅力的に思いますね。そうですね、活動はもうずっと続けようと思っているので、まあ、会社の方でもそういうふうに理解をしてもらって、もう私はちょっとこっちの活動は譲れないんでっていうのはもう言って、ちゃんとそこをお願いしていますいやその時は言っていなかったんですけど、後々、まあ、なんかそこの会社が土日とかもなんか出勤とかがあるみたいな可能性があるってなった時に、いや待てよ、対局これ出れないじゃないかってなって、もう直談判しに来ましたまあどうしても本当に無理だったら、私はやっぱり麻雀の方やりたいんでちょっと考えなきゃいけないみたいな、他の会社にとか内定とかもちょっと考えるって言った時に、すごいまあいい会社なので理解してくださって、そこも OK って言ったんで、もう喜んでっていう感じではい、まあ、将来は、まあ、RMU で言うとそれこそ、まあ、その最終的にはちゃんとプロライセンスを取りたいっていうのが、まあ、一番なので、まあ、そのためにも、まあ、タイトル戦であったりとか、そういう大会、麻雀の対局で結果を残せるようになりたいなっていうのが今の一番の目標です。そうですね、私がそれこそもどちらかというと有名になりたいとか、そのメディアに出たいっていうよりかは、本当に麻雀が好きで麻雀を強くなりたいって思って、まあ、この麻雀界に入らせていただいたのが、まあ、そういうきっかけで入っているので、やっぱり自分の中で一番その麻雀を強くなりたいっていうのが一番にあって、まあ、その中で、まあ、ちょっとそれで、まあ、知名度であったりとか、その他の活動、まあ、人狼とかだったり、いろいろ自分のやりたいことをできたらいいなっていうふうには一番に思っているので、やっぱりその麻雀に関しての思いっていうのは自分の中で一番あるので、そこはやっぱり譲れないし、なんか若いからとか女の人だからとかじゃなくて、そういうのを抜きにしてちゃんと麻雀の力も認めてもらえるようになりたいなっていうのが一番あります。これからも、麻雀をどんどん強くなっていけるように頑張っていくので、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。